はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル空城城太郎編究極ですね、こちらの方を攻略 していきたいと思います。ですね、パーティーとステータスはご覧の通りです。でですね、アビリティ見ていきましょう。まずはリーダータロスケですね、壁コン、そして白属性ATK ブースですね、こちらを2つつけています。続いて犬太郎ですね、カバウカバウアジナマネトリプルカバウの、たまに回復とカッチカチの設定にしています。そしてシゲチですね、恐怖を克服したものですね、こちらをつけています。そしてフレンドがですね、先導ツェペリですね、すぐに倒れてしまうのでなんとかしたいところですね。では参ります。でもね、かなり、シゲチがねポイントとなってくる、クエストですね。うまいことシゲチが走ってくれればっていう感じなんですが、ゲージを溜め切れますかな。溜め切りましたね。よし、じゃあいいところで、はい、早速カバウがやってまいりましたね。これのおかげでね、かなり楽にね攻略できる感じですね。さあ行きましょう。2ゲージまではね、きちんと貯めていかないと後で泣きを見るのでね。倒しきりましたね。はい、さあ増援ですね。増援意義は、砂の守りがあるので、ね、カウンター攻撃があるのできっちりと、倒したいじゃないですね、守っていきたいところなんですが、ただね、シゲチと、シゲチはいいにしても先導ツェペリがね死んでしまうとどうにもならないので、アイテムを取って処理しておきましょう。回復アイテムが落ちてきました。やりました。さあ、そして先制攻撃を受けますか。当然かばってくれて回復、これがね結構うまいことハマってくれて、私的にはかなり面白かったですね。お、ブラフォードがいきなり倒れてくれました。やりました。あとはカミオをね倒すだけなんですが、どうかな。あ、倒しましたね。倒しました。一応セペリンだけにつけておきましょうか。ゲージがね回収されるんですが、まあ急に闘志が湧いてきた勢があるので、そして狙われるのがセペリンかなだったんですけど、かばってくれきました。では行きまーす。セコンさえあればね、かなり楽ちんに倒していきますんでね。あとはゲージが2ゲージ溜まるまでを待ちながらね。溜まりましたね。はい、
で無事クリア。さあ続いて第3ラウンドですね。ここがかなり難所でした。さあ行きます。まずはかばってくれることを祈りながらですね。これであとは見守るだけです。回復してくれるとね、オーバーヒールになってくれるので。一応こちらにもかけておきましょう。アイテムは全部処理されましたね。処理はされたと思います。さああとはほとんど関係なく進めていきますね。問題は自爆よりも自爆ですね。自爆に、巻き込まれない形で進めていくことですね。さあどうなることやら。アジナマネ本当によく炸裂してくれます。ここですね。ここでジバクに巻き込まれたらおしまい。 OK です。大変ボロボロな形ですけども、なんとか最終ラウンドまで来ることができました。一応動画なので回復しておきましょう。ではですね、行きましょう。突っ込んでもね、確か大丈夫だったはずです。リオだけね、気をつければいいですから。急に投資が湧いてきた。1回、2回、これで投資切ったはず。リオは倒しました。あとはちょいちょい走っていって倒すわけです。なるべくねゲージの方も溜めておきたいのでね。万が一ということがありますので。はい、ボスは倒しました。さあそしてこれが痛かった。痛すぎる。しかし最終ラウンドなので、急に闘志が湧いてきました。さあ今度はもう正真正銘倒しきるんでしょう。倒せました。いやーちょっと最後危なかったですけど、なんとか倒すことができました。このねフロアは本当にアイテム処理をどうにかできるかによって変わってくると思います。わざわざね、タロスケ使うことはなかったかもしれないんですけど、
最上下で私の場合は使うことがなかったのでこんな形になりました。ではですね、次はね、フロアには攻略していきたいと思います。ではラストバタイ。